にちは、ドクトレーナーショーです。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームでそのままやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうかということでね、はい、今日はですね、ドッグラン完成しましたということで、床人工芝まで敷きました。気持ちいいですよね。で、本当はね、気持ちいい日のね、天気のいいお天気の中でね、遊んできましたっていう動画をね、作りたかったんですけども、あいにくのね、雨で、もう風も強いからね、音もちょっとね、ザーザーしちゃってるんですけども、雨が降ってしまったらワンちゃんと表で遊べまーすということで、はい、遊んできました。で、雨にも負けないで一緒にね、ワンちゃんたちに駆け回ってきたんですけども、雨風の音がね、ちょっと入っちゃってるので、音小さめで、BGM でね、楽しんでいただく形になると思うんですけども、今日の動画の内容は何もありません。ただね、本当にドッグラン完成してやったって、私とワンちゃんが騒いでるだけっていう動画ですね。それではね、ぜひご覧ください。はい、それではね、いかがだったでしょうか。今日は本当にね、私とワンちゃんが楽しく外で走り回るっていうだけの動画だったんですけども、やっぱりですね、人もワンちゃんも一緒にね、外で走り回るっていうのはね、非常に楽しいんじゃないかなって思いました。まあ今回ね、本当にね、初めて入るドッグランだったんで、もう本当に新品状態ですよね。なので自分もね、ちょっとね、今回裸足でワンちゃんと遊んじゃったんですけども、雨の中でもね、やっぱり十分ね、楽しめたのもありますし、何より一番やっぱりね、人とワンちゃんの接触っていうのは外で増やしていく必要性があるなと思って、外っていうだけでやっぱり変わるんですよね。なのでやっぱりそういう機会って作ったりとか、やっぱり自分たちで出かけてどっかそういうところに行って、そういう体験を設けたりするっていうことは非常に大事なんじゃないかなと思いますので、改めてやっぱりね、外でのワンちゃんとの接触っていうのは、ね、非常に大事。何か体験することも私たちからどんどんねしていかないと、なかなかする機会ってないんじゃないかなと思いますので、まあ、作るのも一つだけど、作るのは大変なんですけど、まあ、一緒に出かけてもいいと思いますので、ぜひ皆さんもね、そういう機会作って、ワンちゃんと一緒に楽しく暮らしてみてはいかがでしょうか。